いいか？出番じゃ。行け。クマ、聞くんじゃ。ほう、面白そうじゃの。死に様は様々じゃ。みんな、行こうよ。見ているか、無限。いい考えじゃの。柔らかいお辞儀、いい策じゃ。静かな意思表示ね。静けさが私たちの味方よ。水のように動け。まあ、気を引くんじゃ。行きみ。クマ、惑わすんじゃ。みんな大丈夫か。俺を待つ必要はない。頼りなさい、いいか。よし、分かっとるな。さっさと行けよ。ちまった。クマ、気を引く。クマ、惑わすんじゃ。クマ、気を引くんじゃ。お主を見つけたぞ。いいか、よし、分かっとるな。クマ、惑わすんじゃ。任務がある。何うるさいんだ。音を立てるな。準備、手裏剣を使おう。いただくぞ。個人的な恨みはない。静かに。もう終わってるぞ。無限、見ていてくれたか。敵は私たちが来るとは思ってないわ。優雅な解決法ね。助けるわい。いい策じゃ。クマ、考えがあるのじゃな。ああ、少しの、なあ、からじゃ。玉なしじゃ。小さい武器を使うときじゃ。中距離で十分じゃ。小さい武器を使うときじゃ。中距離で十分じゃ。小さい武器を使うときじゃ。種子島の裏やむ。って退屈。自分の仕事は分かっているな。我が刃は鋭い。目立たないようにしましょう。用心深く、愛しの人よ、見守っててください。敵は私たちが来るとは思ってないわ。気づかれないままで移動中。
狂言ねえあなた。あ、何です。こんなこと聞くのも恥ずかしいんだけど。仕事だ。水のように動け。もっと聞かせて。俺を待つ必要はない、もう一つ質問、いいかしら。いいだろう。あ、何でしょう。そういうか、頼りなさい。景色でも楽しまんかい。もう一つ質問、いいか。もう一度だ。装填狙え。クマ、行け。あら、そうなの。大将が見てくださるわい。御用でも。装填。ま、気を引くんじゃ。新手裏剣が使える。剣術。もう一つ聞いていい？助けるわい。誰も気づかんわい。知らなかったわ。我が刃はもう終わってるぞ。何か聞こえたような。もっと聞かせてよ。お主を見つけたぞ。やはり子じゃ、よくやった。できるわよ。無理。もう一つ質問、いいかしら。あ、何でしょう。今行くわ。頼りにされてるんだから。ピストルさん、もう一つ聞いていい？なんだい。狙いを誤るな。昇る様のために。音を立てるぞ。見ていてくれたか。うん、そういえば。もっと聞かせてよ。何か、あ、ご用でも。猫と鳥。みんな、見ていて。助けるわい。ええ、それで。狙いを誤るな。昇る様のために。知らなかったわ。装填狙え。おお、わかったわい。撃て。そうなの。撃て。数よりも腕だ。突入する。遅い。もう一度だ。装填。もっと聞かせて。自分の仕事は分かっているな。もう一つ質問、いいかしら。お前の武器は体の一部だ。すぐ戻る。もう一度だ。装填狙え。ああ、そういえば。撃て。もう一つ聞いて。狙いを誤るな。昇る様のために。もう一度だ。装填狙え。手裏剣術。知らなかったわ。撃て。狙いは外さない。近道をする必要がある。俺を待つ必要。もっと聞かせてよ。便利だな。狙え。いいだろう。それで。撃て。狙いを誤るな。昇る様のために。もう一度だ。装填。知らなかったわ。準備しろ。撃て。もう一つ質問、いいかしら。水のように動け。
もっと聞かせてよ。音を立てるな。彼の役手は他にも。もう一つ質問いいかしら。いいだろう。そういえば、遅い。あら、そうなの。一度だ。装填。なんでしょう。狙え。それはもう。撃て。ほう、面白そうじゃん。もう一つ聞いていい。見ているか無限。すべて、お前のためだ。ピストルが使える。己で決め。撃て。もっと聞かせてよ。運命は。もう一つ質問。謎謎かな。そこそっとゆっくりと。簡単ね、お侍さんのため。しし、それで静かにね。難しすぎる、ごめんね。知らなかったわ。うん、近道があるよ。うん、そういえば何かご用でも。頼りにされてるんだから。あら、そうなの。静かにして。もう一つ聞いていい、うん、抜き足。狐が狩り中よ。もう一つ質問いいかしら。楽しいわね。狙いをやるな。農天様のために狙え。撃て。うん、そういえば。なんだ。撃て。竜の叫び。落ち着け。弾は込めた。集中だ。ええ、それで。もう終わってるぞ。静かに。撃て。知らなかったわ。まだ射撃の達人ではない。もう一度だ。もっと聞かせてよ。狙え。我らの支柱にある。くぞ。何か考えつかないと。道はまっすぐとは限らない。すぐ戻る。あら、そうなの。火縄銃が使える。お前の武器は体の一部だ。俺が敵の気をそらす。いいだろう。何でもないな。もう一つ質問いいかしら。撃て。突入する。何か考えつかないと。心配するな。昇る様のためにもう一度だ。装填。俺を待つ必要はない。用事隠れの術。あら、そうなの。撃て。音を立てるな。もう一つ質問いいかしら。お前の武器は体の一部だ。もう一度だ。しかしどうだろう。狙え。ええ、それで。撃て。何かご用で。神刀滅却。撃て。あら、そうなの。狙いを誤るな。昇る様のためにもう一度だ。装填。狙え。もう一つ聞いていい？撃て！撃て！そういえば。なんだ？撃て！
賢明じゃのう。もっと聞かせて。了解。クマ、聞くんじゃ。よし、分かっとるな。お前の武器は体の一部だ。もう一度だ。知らなかったわ。狙え。何かご用でも。撃て。撃て。吠えるんじゃ。それで。どっちの手だな。逃げるんだ。まだ射撃の達人ではない。斧が役。ほう、クマ面白そうじゃの。うん。もう一つ質問。いいかしら。準備はいいわよ。ゆっくりと。そういえばお侍さんのため。よいぞ。みんな揃って。狐が狩り中よ。もう一つ猫と鳥。ベストを尽くすわね。いつでも準備はできているわよ。気づかれないままね。ひそか。おう、そうじゃの。うん、いい考えじゃの。いい策じゃ。クマ、気を引くんじゃ。いたしの人、今持ってて。クマ、気を引くんじゃ。いけないわ。クマ、惑わすんじゃ。いたしの人、今持ってて。始まる。時間は無駄にしないわ。何が残るのか。起点を聞かせて考えないと。何か手があるはずよ。周りを見てみましょう。悪いが何も持っていないんだ。幕開けね。会話術ごめんね。質問があるの。くそ。クマ、よし、分かっとるな。分かったわい。そうだね。狙いを誤るな。昇る様のためにもう一度だ。装填。それで。クマ、気を引くんじゃ。頼りにされてるんだから。もっと聞かせて。キツネが狩り中よ。お前の武器は体の一部だ。もう一度だ。装填。狙え。もう一つ聞いていい？なんで素敵なメロディー。撃て。さあ、仕事仕事。じゃあな。知らなかったわ。ネズミの。今行くわ。もう一つ質問、いいかしら。あ、何でしょう。しかし、まだ射撃の達人ではない。そうだ。何かあるご用でも。狙え。撃て。それで、できるわよ。何事も言う。簡単に隠れられるわ。ああ、そういえば。なんだい。なっ。敵は私たちが来るとは思ってないわ。移動中よ。お前の武器は体の一部だ。もう一度だ。な。撃て。お前の武器は体の一部だ。もう一度だ。暗殺者だと。狙え。なんだ。撃て。撃て。もっと聞かせて。何かご用でも。遅い。もう一度だ。装填。狙え。あら、
そうなの、なって優雅な死。撃て撃て、しかし、これはもう放流。かんざしよ。狙いを誤った。様のために一滴の血。焦点狙え。計画実行中。撃て撃て、やればできる。簡単ね。まだ射撃の達人ではない。目立たないようにしましょう。狙え。ベストを尽くすわね。みんな見ていて。お侍さんのため。すごく鋭いわ。用心深くね。単なるヘアピンね。幕開けね。私たちこそチームだろうね。静けさが私たちの味方よ。何が残るの。体の一部だ。もう一度だ。準備はいいわよ。抜き足。撃て撃て。そこにはいけない。ごめん。もう一度だ。されてるんだから。ゆっくりと。みんな見ていて。お侍さんのため。静かにね。できるわよ。頼りにされてる。とっても高いよ。昇るは最上階外側の回廊にいるわ。今は無防備だけど、私たちの存在がバレたら手の届かないところに隠れてしまうわ。誰にも警報を鳴らさせてはダメよ。そうだね。賢く動いて素早く動く。わしはお前さんらが昇るのを見守っておるよ。昇るが最後のひとときを楽しんでいる。出番。景色でも楽しまんかい。吠えるんじゃ。好奇心旺盛だな。了解。おお、これはいいな。手元は確かじゃ。悪いが何も持っていないんだ。はい。何のことはないの。風だろう。仕事を済ませよう。心配するな。道はまっすぐとは限らない。手裏剣が使える。風を切る。いただくぞ。静かに。まだ射撃が達人ではない。これを待つ必要はない。しかし赤い、そして朝の夕。敵の視野に入らないように。優雅な解決法ね。何か考えつかないと。近道をする必要が。すぐ戻る。手裏剣が使える。刀を使う。もう終わってるぞ。見られないように計画実行中。さあ、仕事を終えよう。待つ必要はない。準備しろ。目立たないようにします。密かに見ているか。脱げ。いいだろう。全てお前のためだ。
数よりも腕だ。何か考えつかないと。心配するな。突入する。水のように動け。自分の仕事は分かっているな。すぐも。心配するな。しかしどうだ。何事も優美。赤い葉、そして朝の。移動中よ。敵は私たちが来るとは思ってない。待っておっただな。刃が血を欲しがっている。いつでも準備ができない。簡単に隠れられる。他の道を探さないと。こっちを離れたんだ。特別な粉よ。ごめんなさい。一滴の血。敵の視野。簡単に隠れられる。一滴の血。気づかれないままで。かんざしを。優雅な血。我が刃もう終わってるぞ。みんな揃ってる。抜き足。はっ。無限様のために。いい感じだぞ。用心深くね。優雅な解決法ね。ショーの始まりね。他の道を探さないと。こっちじゃないわ。我らの支柱にある。お前の武器は体の一部だ。終わらせてみせる。幕開けね。表現ごめんなさい。質問いいかしら。し落ち着け。集中だ。狙いを誤るな。ノボル様のためにもう一度だ。すぐ戻る。あんた、俺は忙しいんだ。近道をする必要がある。音を立てるな。もう一つ質問いいかしら。何事だ。何が残るのであろう。どうなの。なんだ。剣術。手裏剣術。準備。風を切る。一滴の血。みんな大丈夫か。いや。やった。俺は。もうどうでもいい。手裏剣が使える。静かに。昇る様のために。位置についたわい。狙え。わかったわい。手元は確かじゃ。斧が役目は己で決める。いつでも準備はできている。火縄銃が使える。自分の仕事は分かっているな。
水のように動け。我らの支柱にある。まだ射撃の達成ではない。もう一度だ。準備完了じゃ。狙え。撃て。撃て。賢明じゃの。死に様は様々じゃ。我慢じゃ。遅い。死に様は、位置についたわい。ほう、面白そうだの。賢明じゃの。死に様は様々じゃ。ああ、少しの間じゃ。位置についたわい。最後に撃て。撃て。いい考えじゃの。狙いを誤るな。いい策じゃ。もう一度だ。以前ならじゃが、もう無理じゃ。いい眺めだ。任務がある。わかった。音を立てるな。大丈夫か。いいだろう。用事隠れの術。最後には何が残るのであろう。すぐ戻る。最後に音を立てるな。何が残るのであろう。心拍。何が残るのであろう。弾は込めた。俺を待つ必要はない。ピストルが使える。火縄銃最後の一発だ。リロード中だ。上を狙え。上にいるぞ。弾は込めた。最後には何が残るの。心配するな。景色でも楽しまんかい。死に様は様々じゃ。大将が見てくださるわい。ああ、いい眺めだ。しかし、それはもうちょうど。わかったわい。お前の武器は体の一部だ。もう一度だ。装填。いい策じゃ。クマ。撃て。撃て。手元は確かじゃ。くぞ。待っても無駄だ。準備しろ。我らの支柱だ。刃が血を欲しがっている。物が尽きたわい。どうぞ。しかし、すぐ戻る。もう終わってるぞ。音を立てるな。装填。どのぐらいじゃろうか。からじゃ。玉なしじゃ。最後には何が残るのであろう。神刀滅却。自分の仕事は分かった。さあ仕事を終えよう。
水のように動け。いいだろう。突入する。心配するな。貴様、貴様のような傭兵ごとき死者への忠義心などどこにある。死者、そんなものはない。しかし共になら貴様の命を終わらせるには十分な位は持ち合わせている。汚らわしい殺し屋め、余が死なねばならぬのなら己の手で終わらせる。剣術。大城無限、よろしく言ってたぜ。たくま先生。ゆきちゃん、みんな無事に出てこれて安心したわい。これで私たちの役目は終わりね。あとは上様への報告だけよ。俺は行けない。え、なんで？私たち将軍様の命通りにやったでしょ。俺は上様のために動いたんじゃない。俺自身。そうか、わかるだろう。誤解しないでほしい。あんたたちが嫌いとかそういうわけじゃない。でもここから先はこれまでと同じようにはいかない。わかるわ、ハヤトさん。ではわしらもハヤトに習うとするかのう、ユキちゃん。でも将軍様は私たちを探しに来ない。大丈夫、ユキちゃん。上様には報告はするけれど、私にはまだ取引できるものがあるから。上様がそれを受け取れば、このくらいの命令違反は見逃してくれるかも。じゃあこれでお別れなの？この先の道のりは長いぞ。もうちょっとばかり旅を続けて、この先でお別れするのはどうかの？うん、そうしていい。愛子さん、いいよね？私は反対しないわ。あなたはどうするの、ハヤトさん？まあいいだろう。あと数里くらいなら我慢してやらんこともない。昇るの死により影様の陰謀はようやく終わりを迎えた。歴史が真実とは限らない。歴史は昇るが実の兄によって軟禁され、そして自決したとされている。陰謀や反乱に終わりはない。しかしかの幕府はその後300年もの間平和を維持したのである。無限の復讐を果たした後解散した一行のその後を知る者はいないが、しかしその偉業は多くの伝説を生み出した。将軍のためにどれだけの人が戦い命を落としたのか。名前も功績も世に出ることがなく、その物語は永遠に闇の中に沈んでいるのだ。